今回は鉄道系 YouTuber のスーツくんが登場。普段の動画では見ることができない真剣に面接を受けるスーツくん。元リクルート人事責任者にその話は刺さるのか、果たして面接を突破することはできるのか。あ、一応旬ダイアリーもいます。はい、ということで今から実際に面接を受けさせていただこうと思います。今日面接官をしていただく沢さんです。株式会社人材研究所の代表の沢と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。僕とスーツくんのどっちと一緒に働きたいかっていうのを、はい、リアルな意見で札を上げていただきたいなっていうふうに思っています、はい、もう本人の目の前でやるのやりにくいですけど、ね、全然、はい、全然、はい、どちらでも大丈夫です、はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日は弊社の面接にお越しいただきましてどうもありがとうございました。一番最初にまずは簡単で結構ですのでご経歴についてですねご紹介いただきたいんですけども、俊さんからですね、はい、お願いいたします。就活 YouTuber の福田俊と言います、はい、昨日23歳になりました。株式会社ダイアリーという採用向けの動画制作であったりとか、はい、企業の SNS を運用する会社を1年半前に起業して2期目になります、はいはい、なるほど、まあ、従業員が7人ぐらいで7人、はい、業務委託含めてで10人ぐらいの会社です、はい、結構もう2期だよって言ったらだいぶ多いですね。そうですね、はい、それとは別に副業みたいな形で週2ぐらいで、うん、CR25 というメディアがあるんですけど、うんうん、そこで働いています。サイバーエージェントさんのメディアですよね。はい、はい、スーツさんとお呼びしてよろしいでしょうかね。はい、よろしくお願いいたします。はい、いいします、はい、私も会社設立しておりまして、はい、代表ではないんですが、はい、私が取締役をしております、はい、スーツと言います、はい、まあ、他に役員がですね3名おりまして、うん、私と同世代 の、はい、まあ、学生ぐらいの年代で経営しているような会社なんですから、はい、大人の、まあ、上からの広い知見もあった方がいいかと思いまして、うん、まあ、そういうことをやっております。なるほど、はい、肝心の内容なんですけども、うん、まあ、主に鉄道とかそれから旅行とかですね、はい、まあちこち地方に行って撮影をするということをしております、はい。で特に鉄道の間では登録者数が50万人ということで、はい、一番一応多いということになっております、はい、で結構規模は大きい方でですね、はい、多くの方に見ていただいておりまして、うん、ただそれに限ったことだけで、うん、いくら大規模に稼げても、まあ、限界があるなと思いましたので、うん、もっといろんな広いことができないかなと思いまして、うん、この度伺いました。よろしくお願いします。なるほど、よろしくお願いいたします。その中で皆さんがこれはまあ成果が出たなとか誇りに思えるなとかですね、まあ、頑張って苦労したなとかですね、まあ、どちらでもいいです、実際どんな場面でどんなことがあって何をやったからどうなったかってこの一連のストーリーですね、これをお伺いできればと思うんですけれども、それではまた俊さんからお願いできますでしょうか。はい、はい、採用目的の動画制作をするっていう事業を行っています、うん、はい、自分のチャンネルで企業とタイアップ動画を作って、うん、動画を通じて学生さんがその企業のことを知って、エントリーして採用に行くっていうことが僕らとしての目的として置いています、はい、それこそ1年前にスーツさんと、はいはい、一緒に受けさせていただいた面接で、はい、石川県のコミングルという、はい、できて3年目のベンチャー企業さんの面接を受けさせていただいたんですけど、はい、その動画経由で120人の実際の説明会参加があったらしい、はいはいはい、そんなにあったんですかね。120人ってすごいじゃないですか。すごい、はい、実際にその説明会の会場に足を運んで、はい、エントリーして足を運んだ数が120人っていうことで、いつもより何倍も成果が出たなっていう、その時はありがとうございます。その成果が出た理由と考えられていることなんですけど、はい、今回の場合リアルで120なんでもうすごい成果だと思うんですけど、はい、何が効いてそういうふうな結果が出たと思いますか。はい、これは1点だけでスーツくんが出演したっていう1点ですね、はいはい、まあ、つまり影響力ある方を持ってきたということですね、はい、で影響力ある方とかフォロワーの多い方って世の中にたくさんいるんですけども、うんうん、スーツさんの YouTube チャンネルの視聴者層と自分のターゲットとなる視聴者層がかなり被っていたっていうこと、うんうんうん、と実際に当事者として就活生の年代であることっていうような複数の要因が絡まって爆発的に伸びたのかなっていうふうに思っています。で今日も隣にいたりするわけですね。なるほど。ちなみに余談ですけど、はい、彼の交渉力が、はい、大変優れているので、はい、それで僕もですね、こういうところに一緒に来ていろいろと取り組みさせていただいて、なるほど、これ彼の実力を表しているところで、で普通だったら出ないわけですよね。そう普通だったら、ね、出ないんですけど、はい、来たからじゃあこれ出ちゃおうというそんな感じ。なるほど、はい、そんなでそこら辺どうです、ご自身でも自覚があるというか、そういう普通だったら突破できない、まあ、来てくれないような方がね、スーツさんみたいな方が来てくれるために、なんかご自身では意識して
して工夫して、まあ、来てもらうためにお願いする仕方ってどんな風にしたんですかね。はい、はい、大きく3つありまして、はい、1つは相手の1時間の価値を認識するっていうことが大切だと思っています、はい、で2つ目がちゃんとメリットを提示するっていうこと、うん、で3つ目が自分の弱みであったりとかできないっていうことをしっかり開示する、はい、自己開示をするっていうことが大事だと思っています、はい、で具体的に、私自身がメッセージを送ったりとか、はい、交渉する点において影響力であったりとか1時間の価値っていうのを認識した上で、はい、その中で、対等であったりとか、うん、メリットを十分に返すことはできない場合でも返そうという姿勢であったりとか、うん、その将来的に返すような、うん、その自分たちの考えみたいなところを持っておいて、うん、ちゃんとその与えられるだけにならないように、うん、意識しています。なるほど。テイクするだけじゃなくてちゃんとギブも考えてっていうことをされたわけですね。実際その時は何をギブしようと。スーツ君と一番最初に会った時は、はいはい、ツイッターのダイレクトメッセージを送らせていただいたんですけど、その時はスーツ君の1時間を1万円で買わせていただけませんか、うん、みたいな形で、もうちゃんと対価払うっていうふうに最初から言ったんですね、はいはい、でその時石川県住んでて、うんうん、で横浜国立大学に通っているので、すつくんは、うんうん、なので横国の校舎まで行かせていただきますという、うん、その相手の移動時間をなくすっていうことと、その学校終わった合間時間であったりとか、はい、ってところにできるだけ相手のその時間の支出を抑えるっていうことも意識しました、はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。スーさんも同じなんですけれども、いろいろあるプロジェクトの中で一番これを誇れる、もしくはまあ大変だったとか成果が出た、まあどれでもいいんですけれども、何かですね、スーさんらしさが分かるようなプロジェクトのお話をお伺いできればと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、様々な企業さんの取り組みを紹介させていただくというのが、はい、日常の活動になっておりまして、はい、鉄道にしても鉄道会社であったりとか、まあ、他の公共交通機関を運営する会社とか、はい、それから観光地を運営する会社とか、ね、はい、そういうのを紹介することになるんですが、この間の7月ぐらいにですね、ある観光バスのバスツアーを紹介させていただいたことがあって、あ、じゃあもうコロナの大変な時期に、そうなんです、はい、はい、もうそのとにかく人がたくさん、もう全然乗らないという時期にバスツアーを紹介してですね、でそれが、まあ、結論を言うと大成功して、視聴者の方がものすごい数乗りに行って、バスのガイドさんが、はい、スーツさんの動画を見て来られた方は手を挙げてくださいっていう話がありまして、はいはい、で私は紹介した後だったので場面は見てないんですが、はい、なんかみんなこう手を挙げてまして、ほぼ全員と状態になったらしいんです、はいはいはい、で、まあ、それがなんでそういう風になったかっていうと、はい、おそらく先方の出してる商品が本当に素晴らしいものであったからだと思うんですが、うん、私の持ち味は素晴らしいものを紹介するときにこの素晴らしいものをちゃんと伝えることができて、実際に素晴らしいものを紹介するときはちゃんと数字も上がるっていうことだと思うんです、うん、逆に言うとこれを紹介してくださいっていう依頼を送っていただいても、これは逆に紹介してもうまくいかないなと思ったらお断りするってことももちろんあるんですが、はいはい、なるほど。そもそもが素晴らしくなかったら紹介する方がむしろデメリットだということなんで、最初にどうやってそれを目利きしているのかっていうことと、はい、あとそれをちゃんと伝えるっていうふうにちゃんとっておっしゃったんですけど、それをちょっと分解するとじゃあどんなことなのかって、この2点ですね、これちょっとお伺いできればと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、目利きに関しては、うん、実は結構観光とかですね、それから鉄道とかは似たり寄ったりのものが多くて、はい、実は違うところに同じようなサービスがいくつもあるという例はあるんですね、うん、まずここにしかないものというのと、はい、それから今までに存在しなかったもの、もしくは見ていてですね興味深いというか、うん、奥が深いような、まあ、例えば歴史的な価値があるとかですね、うん、実は普段何気なく行っているところにはこんなものがあるんだとか、はい、そういうまあ、みんなの興味を引くようなもので、うん、あまり知られていない、うん、むしろ広告する価値が非常に高いものだというふうに、うん、認められた場合は大体、うん、やることにしてるんですけども、なるほど、はい、あともう一個 のちゃんと伝えるって時 その伝え方の工夫っていうのもあると思うんですよね、はい、教えていただけることあれば教えていただけますか。まずはですね質のいい映像を撮るということにありまして、はいはい、第一に注視するべきはどんなものでも迫力だと思っておりまして、迫力、はい、見た人をびっくりさせたりとか、はい、心を興奮させるような映像を撮るということを、うん、どんな場面においても心がけております、はい、なるほど。ちょうどその撮影の時にも、うん、撮影に際して新しいカメラ、うん、1個導入してですね、従来よりもかなり広い範囲で見ることができるような、広角のってことですか。そうですね、広角で、また揺れにもかなり強い、まあ、いわゆるアクションカムとか言うんですが、 GoPro とか、GoPro みたいな、そうですね、その類のものです。
ですね、用意して。で、普通だったらばバスというのはあの前を見るんですけれども、上の空いているところがよく見えるようにというのをあの十分注意してですね、映せるものをあの設定してきました。で、あとはですね、人々の心をあの興奮させるという意味で結構重要だなと思っているのが、はい、音楽でして、はい、私あまり音楽は使わないんです。あの普段聴く習慣もないんですけれども、あのやはり映像と音楽の合わせたあのプロモーションビデオのようなあの演出はあの手軽にみんなの心にそれだけでもあの訴えかける効果がありますので、あのまずそれで感覚的にあのみんなの心にですね、すごいものがあるのだということを染み当たらせるということが何より重要かなと思っています。で、あの言葉で説明するということも得意な方ではあるんですが、言葉よりまずはあの直感、はい、それであのきちんと相手に訴えられるものを作った上で、それであのさらに言葉を足すとあのいい成果が得られるのかなと思っておりまして、自己 PR と過去の実績を説明した2人、この後は面接官からどのように会社に貢献するかと問われる。果たして2人は諏訪さんの会社にどう貢献し、どう売り上げを増加させる提案をするのか、そして2人は面接を突破できるのか。後編、明日公開です。